どうも、京平です。今回はこちらのラットの使い方をシェアしていきたいと思います。まず、プレミアプロを開いたら、調整レイヤーを追加しましょう。調整レイヤーを選択、OK をクリック、タイムライン上に移せたら、この調整レイヤーを選択して、ルミトリーカラーに進んでください。ルミトリーカラーに進めたら、ここで下地を編集します。ここは皆さんの映像を見ながら調整してください。ラットはあくまで最終補正のイメージなので、ここの各項目の調整が大切になってきます。ここまでできたら、クリエイティブを選択していただいて、クリエイティブのルックを選択、参照をクリック。今回シェアした3つのうち、どれか使いたいものを選択して、開くを押します。押せたらこのように適用されるので、あとは強さの値を調整して、皆さんのお好みで編集してください。今回はこのような形で B ロールのラットをシェアしてみました。ぜひ皆さん、このラットを使って B ロール制作を楽しんでいただけたらなと思います。今日も最後までありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。